3C273 は、乙女座に位置するクエーサーである。初めて確認されたクエーサーでもある。クエーサーの中では、可視光では、全点一明るく、最も近くにある。赤型変異から計算した、高度距離は、DL イコール749メガパーセク。3C273 は、 絶対等級マイナス26.7等と最も明るいクエーサーのうちの一つである。もしこの天体がポルックスと同じ位置にあったとすると、その見かけの明るさは太陽と同じになる。3C273 の質量は、気線の幅から8.86プラスマイナス1.87、奥太陽質量と見積もられている。3C273 は、 可視光で見ることのできる巨大なジェットを放出している。その長さは20万光年になり、見かけの大きさは23秒角である。1995年に行われたハッブル宇宙望遠鏡による観測では、ジェットは明るい部分と暗い部分が交互に並んだ構造を持っていることが明らかになった。その名前が示すように 3C273 は、 1959年に出版されたケンブリッジ電波源カタログ第3版の273番目に掲載された天体である。シリルハザードがパークス天問題で言った月による遠平観測によりその正確な位置が測定され、その後の可視光観測で対応する天体が発見された。1963年、マーテン・シュミットトベ・バリーオークにより、 3C273 は大きな赤型変異を持つ天体で数十億光年彼方にあるという報告が科学誌ネイチャーに掲載された。3C273 の発見より前にもいくつかの電波天体が可視光での太陽天体を持つと報告されてきた。その最初の天体は 3C48 であった。またトカゲザ BL、髪の毛ザ W、両犬ザ AU など 多くの活動銀河が誤って変更性として分類されていた。しかし、これらの天体のスペクトルは、構成のものとは大きく異なっていて、その正体は不明なままであった。3C273 は、そのような天体の中で初めてその正体が、遠方宇宙にある、極めて明るい天体、現在、クエーサーとして知られているものであると分かった、天体である。 よって、厳密には、最初に発見されたクエーサーは 3C48 であり、3C273 は、初めて、クエーサーと確認された天体である。ハッブル宇宙望遠鏡 ACS によって撮影された、3C273。クレジット、ナッサ、エサ、3C273 は、電波を強く放射するクエーサーであり、1970年に、 銀河系外の X 線源として初めて同定された天体でもある。しかし21世紀初頭でもこの X 線がどのような過程を経て放射されているのかについては議論が分かれている。3C273 の明るさは電波からガンマ線に至るほぼ全ての波長で変動しており変動周期も数日から数十年と幅広い。電波、赤外線、 可視光では大規模ジェットからの変更が観測されている。このことから、この放射は、過電粒子が高速に近い速度で運動することによるシンクロトロン放射であると考えられる。このようなジェットは、3C273 の中心にある、ブラックホールと光着円盤の相互作用で生じると考えられている。 超長期戦電波干渉法を用いた 3C273 の観測では、電波放射領域が時間とともに動いていることが判明し、極めて高速のジェットが存在していることがここでも示唆されている。3C273 は5月頃に南北両半球で観望することができる。クエーサーとしては比較的明るいので、 6.3等級の星が肉眼で見える夜空であれば、合計15センチメートルのアマチュア向けの望遠鏡でも見ることが可能である。また、アマチュア向け望遠鏡で見ることのできる最も遠方の天体である。ありがとうございます。